腸活ダイエットの専門家佐藤澄香です。このチャンネルではあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報を毎日お届けしています。ダイエットに興味がある方はぜひチャンネル登録していただきまして、お役立ていただけましたら嬉しいです。さて今回のテーマは痩せる無添加食材トップ3ということで、あなたにお伝えしていきたいと思います。それでは一つ目の項目です。なぜこの無添加食材を食べると痩せることができるのかという、その痩せるポイントについてお伝えしていきます。4つあります。1つ目は腸内環境を整える食材だからなんですね。とっても大事ですよ。痩せるためには腸内環境が整っているかいないかが鍵となってくるわけですよね。なぜかというと、腸内環境が整っている方というのは根本的な痩せ体質の方なんです。逆にバランスが悪い方、腸内細菌が悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌たちが多く住み着いてしまう方は太る体質なんですよね。ですからそういった方が太ってるわけです。逆にそういった方でも痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やして餌を与えて元気に育ててあげて、いつまでもここでね暮らすんだよっていう、そういう環境をあなたご自身で作ることができればいかがでしょうか。あなたは根本的に痩せ体質へとね生まれ変わることができるんですよ。そのために必要な食材ということになります。で、まず2つ目です。脂肪燃焼効果もあります。やはりですね、溜め込んだ脂肪を燃やさないといけないですよね。溜め込んだままではいつまでたっても体内にねとどまっているという状態ですから、そこをしっかりねもう一度にも大掃除してもらえるぐらいやっぱり脂肪燃焼してもらいたいですから、この食材を取っていきましょう。で、3つ目です。食物繊維が豊富です。とても大事ですよ。これは何のためにと言いますと、いろいろ効果はあるんですけれども、一つは痩せ菌たち善玉菌たちの餌となるのがこの食物繊維なんですよね。なのでいくらあなたが痩せ菌がその喜ぶ入っている食材を食べたとしても、一旦入れたその善玉菌たちだってですね、餌をあげないといなくなってしまうわけですよね。もう日々いなくなってしまう。なのでしっかりと善玉菌を取り入れたら、その善玉菌痩せ菌たちが喜ぶ餌をちゃんと与えてあげることが大事なんです。それが食物繊維ということになります。で、4番目、低カロリーです。これも大事ですよね。もうとってもね、太る原因ってシンプルですよね。結局取ったカロリーよりも使ったカロリーが少ないから太るわけですよね。カロリーの取りすぎなわけです。これもやはり避けては通れないということで、いかに普段の食事で栄養を取りながらもそのご自分が消費するカロリーよりも上回ったカロリーを取らないかということがポイントになってきますね。では2つ目の項目です。何をということで、今回あなたにお伝えするのは、先ほど冒頭1でお伝えしました通り、あのような痩せるポイントを全部クリアした食材ということになります。次の項目で詳しくお伝えしていきます。ではここから痩せる食材トップ3ということで、あなたにランキング形式でお伝えしていきたいと思います。今回はイオンのトップバリューさんで選んできました。では第3位はこちらです。インゲンになります。こちらになります。冷凍食品のコーナーにありますオーガニックのインゲンになります。有機 JAS 認定農場で栽培したインゲンを若いうちに収穫し急速冷凍しましたということで、ここにねジャスマークもついています。なので、まあ、いろんなお野菜あります。もちろん国産のお野菜がいいんですけれども、いくら国産のお野菜だからといって農薬たっぷりで栄養がないようなお野菜を召し上がってしまっては逆に太ってしまいますよね。なのでこちらのようなオーガニックの指定で栽培された安心安全なお野菜を手軽に使うっていうのもねありだと思うんですね。いかがですか。私もそうなんですけれども、もうとにかく忙しくって買い物に行けないとか、あれが欲しいのになかったとかないですかね。私よくあるんですよ。あれ買ってたつもりがちょっとなかったとかね、あれみたいな時がね、もうバタバタしてたらやっぱりあるんですよね。その時にやっぱり冷凍のお野菜があると便利なんですよね。野菜不足も解消できますし、何よりも安心ですよね。あ、ちゃんと野菜取れたって、家族にもちゃんとね準備できたって思うと、なんかこう自分自身ねすごく褒めてあげるんですけども、あなたはいかがですか。ちょっと話を戻しますね。こちら1袋の量が、ね、200g 入っています。
で 100g あたりエネルギーがたったの、ね、30キロカロリーです。でタンパク質が 1.8g も取れます。で脂質が低くて 0.3g、 糖質はちょっと今、豆ですかね、甘みがあるので 3.6g、 ちょっと多めです。その代わり食物繊維が 2.9g 入っています。でこのインゲンってもうこのままパパッとねごまあえにしてもいいですし、もう私はもういろんなスープ系とかもう味噌汁だろうが、ポトフとかね、もう何でもそうです、もう何でも入れちゃって食べています。なのであなたもこのオーガニックインゲンをストックされておくれると便利だと思いますよ。そしてこのインゲンの痩せ効果なんですけれども、腸内環境を整えてくれます。なぜかというと一気に2種類の食物繊維を摂ることができますから、痩せ菌たちの餌になることができるんですね。そしてその結果代謝が上がってあなたは脂肪を燃えやすくすることができるということと、あとタンパク質も摂れますから大事なんですね。タンパク質を摂ると食欲も抑えることができますし、脂肪燃焼効果も上がります。でまたむくみ改善効果のカリウムも入ってますから、キュッと見た目も絞っていきましょうね。では第2位はこちらです。はい、こちらも、イオントップバリューグリーンアイシリーズのオーガニックグリーンアスパラになります。これはインゲンと同じで有機 JAS 認定農場で栽培したアスパラガスを若いうちに収穫し、厳しい管理で選別、すごいですね、厳しい管理をクリアしたアスパラなんですね。なんかいいですね、褒めてあげたい。でこちらがですね 100g あたりエネルギーはインゲン豆よりも低い 25kcal、 たったのね、25kcal、 タンパク質が豊富 2.8g、 脂質が低くて 0.3、 糖質も低くて 2.0、 食物性が 1.7 ということで、やはり先ほどの、インゲン豆と比べると、トータルで、低カロリーであることと、タンパク質も高い、で糖質が低いということで第2位に選びました。いかがですか、アスパラよく召し上がりますか？私も好きなんですけど、主人がねアスパラ大好きなんですよ。でスーパーに一緒に行くと、ねえねえアスパラ買っていいとか言ってね、アスパラ欲しがるんですけども、もちろんねダメとか言いませんよいいよって買うんですけれど、すぐにやっぱり湯がいたりとか何かしら調理してあげないと結構傷むの早くないですか？あ、しまったとかね結構あるんですよ。バタバタね忙しくて、あ、なんか使い損ねちゃったらもう傷んでるとかないですか？私はあります。なのでこういった良質のアスパラを急速冷凍してくださってることによって、栄養価も逃げませんし、もう何がいいってね、冷凍野菜すぐ使える、もうカット済みみたいな、ね、もう大好きです。なので私はもうパパッとバターで炒めたりとかですね、もう何でも使えます。お野菜ってもうオールマイティですよね、もう何にだって使っていいと思うんですよね。なのでこのアスパラもストックすることが多いです。さあここからアスパラガスの痩せ効果についてです。ビタミン B2 ですねが豊富なので脂肪燃焼効果が高いです。なので食べたものをその脂質代謝ですよね、脂肪を燃焼してくれる効果が高い。そしてビタミン E も豊富なので血行を促進してくれます。その結果代謝が上がりますから、さらに燃えやすい体へと生まれ変わることができます。でまたルチンが入っている関係でむくみ改善効果もあります。でとてもいいなと思ったのがこちら、睡眠効果がねアスパラガスってあるんですね。アスパラギン酸というその成分があなたの睡眠の質を上げてくれるんですね。痩せるためには良質な睡眠とるってこれものすごくね大事なんですよ。なのでしっかり寝てないっていう方は腸が動かないので太るんです。なのでもしあなたがいろんな食事制限とか運動も頑張ってるのになかなかなんで痩せないのっていう場合は、私もねよくクライアントの方カウンセリングするんですけれども、よくよくかかっていくと睡眠時間が 4,5 時間とかね、もう毎日忙しくて寝てないんですとか、逆にその介護されててしょっちゅう目が覚めてねお世話されてて寝れないんですとか、お子様がちっちゃくて寝れてないんですとか、いろいろそれぞれ環境あると思うんですけれども、やっぱり寝てないっていうことはイコール太りますから、やはりそういったところでもその睡眠が短いね方でも質です、しっかりとやっぱ寝るっていう時にこの睡眠効果を上げるアスパラガスを召し上がるといいと思います。そして堂々の第1位はこちらです。イオントップバリューグリーンアイシリーズのオーガニックブロッコリーになります。いかがですか、私ブロッコリー大
好きなんですよね。もう本当に気をつけないとついついこう食べ過ぎちゃうぐらい好きです。でこのブロッコリーも同じですね。有機 JAS 認定農場で栽培し、旬の時期に収穫したブロッコリーを急速冷凍しましたということで、サラダ、炒め物、シチューなどにお使いいただけますということで選びました。でこちら1袋あたり 100g ですね、あ 200g 入ってるんですけれども、カロリー 100g あたりとしては 25kcal、 タンパク質が豊富 2.6g、 脂質が 0.5、 糖質が 1.3、 食物繊維が豊富で 2.6g 入っております。でこちらもですね、やっぱりブロッコリーってなかなかその1房買ってくるといかがですか、食べるまでの処理が結構めんどくさくないですか。私めんどくさいんですよね。もうなんかすぐに使える方が大好きなんですけど、もちろんね、旬で丸々買ってくるお野菜大事ですよ。無農薬とかめちゃくちゃ美味しいと思います。ただ便利ですよね。ちょっとやっぱりね、ブロッコリー年中スーパーに出回ってないですよね。やっぱり旬の時しかあんまりないと思うんですよ、本物っていうの時はですね、の時にやっぱり旬の時期に収穫して栄養がぐっと詰まったままのこういった冷凍を使うっていうのも一つの工夫だなと思います。ではここからブロッコリーの痩せ効果についてお伝えします。はい、ブロッコリーの痩せ効果です。腸内環境を整えてくれます。なぜかというと食物繊維がたっぷり入っているからなんですよね。痩せ菌たちが喜びます。そして脂肪の蓄積も抑える効果があったり、ありがたいのがこのデトックス効果ですね。体内に溜めてきてしまった余計なもの、毒素、老廃物などをブロッコリーを召し上がることでどんどん体の外へと排出することができます。結果あなたは代謝がちゃんと上がって本来持っている良い状態、機能がアップしますから、結果痩せ体質になることができます。でまたブロッコリーもね、むくみ改善効果があるんですね。カリウムが豊富ですので、ここでもしっかりと見た目もスッキリしていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せる食材トップ3ということで、イオントップバリューさんのオーガニックのお野菜を選びました。やはりお野菜いいですよね。もうとっても大事です。なので日々お野菜の処理がね、こう面倒くさくてついつい野菜がこう遠のいてるっていう方は、こういった旬に採れたお野菜、急速冷凍したお野菜の力も借りていいと思うんですよ。もちろん旬のお野菜そのまま召し上がるのも大事なんですけども、いざという時にこういった冷凍野菜の力も借りて良いと思います。そしてこちら詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つの動画を無料でプレゼントしております。ぜひあなたのダイエットにお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。